はい、始まりました。レビューしまちのコーナー。今回はですね、僕がいつも使っているハンモック、これの設置の仕方と、まあ寝心地みたいな感じですね、それを簡単に紹介していきますね。では今日も頑張りまち。中に入ってるのはですね、こちらの2つのベルトと、あと本体ですね。では早速取り付けていきますね。まずベルトを木に巻いていきますね。で、自分流なんですけど、まず人の長さでこれで縛って止めておきます。両端に輪っかがあるんで、どっちかに通して、で、こんな感じで作ったら、ハンモックの本体にカラビナがついているんで、このカラビナにつけます。はい、これで片方 OK です。続いてもう片方も同じように結び目を作っておきます。で、木に巻きます。で、同じように両端に輪っかがあるんで、どっちかに通します。そしてカラビナにつけます。こんな感じですね。最後に高さを調節したら完成です。こんな感じですね。では早速寝てみようと思います。モスキートネットが付属しているので、寝てる時でも安心ですね。では寝てみます。これ結構薄いんですけど、意外と頑丈なんですよ。でもまあ入る時結構怖いですね、揺れるんで。いつも怖いね。中はですね、こんな感じで何もしなくても揺れてるんですよ。なんかこれがリラックスできますね。ということで今回はハンモックの紹介でした。ご視聴ありがとうございました。この動画が良かったなと思ったら、グッドボタンお願いします。いまいちだったなと思ったら、バッドボタンで教えてください。またコメント欄で感想やアドバイスをいただけると嬉しいです。また自分の動画を見ていただけるようでしたら、チャンネル登録をお願いします。面白い動画を上げれるようにこれからも頑張っていくので、よろしくお願いします。ではまた。